ロイ・ミラーは、ワシントン州フォートルイス出身の元、アメリカンフットボール選手。NFL のタンパベイ・バッカニャーズ、ジャクソンビル・ジャガーズ、カンザス・シティ・チーフスに所属していた。現役時代のポジションは、ディフェンシブ・タックル。父親が、アメリカ陸軍軍人で、ミリタリー・ブラッドだった。彼は、ワシントン州フォートルイスで1987年に、生まれた。 1989年から1996年までバージニア州フォートユースティスで過ごし、ミラーが中等教育を受けている時にテキサス州キリーンに一家は引っ越した。地元の高校に入学した彼はディフェンシブタックルとしてオールアメリカンに1回、オールステートに2回選ばれるスター選手となった。高校の最終学年では111タックル、1ック。 2ファンブルリカバー、1タッチダウンを挙げた。オフェンシブタックルとしてもプレイした。2005年、テキサス大学へ進学した。4年時には、138タックル、10サック、1ファンブルフォース、1ファンブルリカバーの成績を挙げて、ビッグ12カンファレンスのコーチが選ぶファーストチームに選ばれた。ショートやゲージの状況では、フルバックとしても起用された。 2009年1月のオハイオ州立大学とのフィエスタボールでは2.5タックル、1サックを挙げて、守備の MVP に選ばれた。また、イースト・ウエストシュラインゲームでも活躍し、スカウトの評価を挙げた。2009年の NFL ドラフト3巡でタンパベイバッカニャーズに指名された。1年目は、先発1試合を含む15試合に出場、クリスホーバン。 ライアン・シムズとのローテーションで起用された中で37タックル2サックを挙げた。2010年は全16試合に先発し47タックル1サックを挙げた。またショートや0ーージの状況ではフルバックとしても起用された。2011年はプレシーズンゲーム第一週に MCL を痛めてプレシーズンの残り試合を欠場した。レギュラーシーズン開幕戦には間に合い。 三試合の先発を含む全試合に出場し、36タックルを上げた。2012年、ミラーたちバッカニアーズのディフェンスのフロントラインは、ランディフェンスでリーグ1位の成績を残し、相手に1試合平均82.5ヤードしか許さなかった。2012年シーズン終了後、バッカニアーズとの契約延長は不調に終わり、フリーエージェントとなった。 2013年3月15日、ジャクソンビル・ジャガーズと契約を結んだ。母方にサモア人の血が流れるサモア系アメリカ人である。ありがとうございます。